クマラボチャンネルの主マスタークマです今回紹介するルアーはこれラッキークラフトのベイビーシャットですはいえーとね元祖餌より釣れるルアーと言われたルアーですこれもね未だに愛用されてる方は多々いらっしゃいますし、えーえー、それからね、えー、これのマーク2なんてねちょっと大ぶりなサイズとかも出てますしこのルアー自体もねサイズ展開が確か3種類あったと思いますけどこれオリジナルの50です でこれなぜ、そういうふうに、ね、餌入り釣れるルアって言われて有名になったかというと90年代の、ね、初頭、えーとですね、オリジナルサイズの50なんですけど1994年の JB の河口湖線でこれがウイニングルアーになれて一気に名前が広まるんですねでこれはねなぜ、えー、そんなに広まったかというとこれ使い方が楽なんですね、えー、いわゆる 誰が使っても使えるただ巻き、それから twitch&stop、ね、それから先ほど言ったただ巻き &stop&go、それから連続 twitch などなどね、ミノー、シャット系でね、よく使われるアクション等で非常に釣れるルアーなんです。でね、これサイズが非常に絶妙なんですね。このオリジナルサイズが50。 それから一回り小さいサイズに40それからその1つ上に70だったかなあるんですけどこの50がやっぱりオリジナルサイズだけあって一番よく釣れますでこれなんでかというと多分なんですけどワカサギの大きさにちょうど似通ってるんですねんで、えー、これワカサギじゃいないところじゃ使えないのにって言われたらそれは違います、えーとね なんて言うんですかねこのぐらいのサイズの魚に対して、餌として最適であるっていうのが、多分これ、バスのです、ね、DNA にすり込まれてるんじゃないかと思うんですね。うん、ですんで、これ、野池でも OK、川でも OK って、このぐらいのね、だいたいそうですね、50から70ぐらいかな、うん、そのぐらいのサイズのルアーって、結構場所を選ばないルアーが多いんですね。 お面白いことにね、これちょっと意見、いろいろ皆さん違う意見の方もいらっしゃいますし、えー、異論は認めますけど、私の中ではバイブレーションのルアーっていうのは、60を超すと、途端に釣れなくなりますね。うん、ですんで、この結構ね、待ちザベイト以前に、その基本となるサイズっていうのはルアーあると思うんですね。 えー、もちろんね、えー、ビッグベイトとかのでかいサイズでアピールしてガチャッと釣るっていう釣り方もありなんですけどいつでもどこでも使えるってことであればこの今回ってるようなサイズあたりが一番いいサイズになりますで軽くて使いにくいんで、えー、まあ大体バス釣りの方っていうのは私はちょっと違うんですけどだいたいイコールベイト理由でみんな投げて。 たいいいっっていう方が結構いらししゃるしあのあその魚かけたとか楽ってとこもあるんでそういう方も結構いらっしゃると思うんでまあね今言ったベートフィネスみたいなことがタックルが揃ってるんでこれもね十分使えると思いますけどまあこれはスピニングでどっちかっいうと使うルアーですねですんでえー、現行若い方はあまり使われてらっしゃらない方が多いんじゃないかとも思いますけどこれもね中古ではもう見かけないです ですんで、私らぐらいの世代ですね。90年代から、まあ、2000年前後でバス釣り始めた方にとっては、もう、神ルアー釣れ釣れるわとして有名ですんでね。私のね、えー、釣りともなんかもね、えー、あったら即買いするルアーの一つでもありますしね。 えー、気になった方はね、一度使われてみてください。今ね、シャット系の名作ルアーっていうのがね、数多く出てます。えっ、ー、とね、私の考えでは、今勝さんあたりのシャット系のルアーっていうのは割とね、えー、名作って言われてるルアーが多いですし、もちろんジャッカルさん、それから OSP さん、などなどね、えー、日本のメーカーさんのシャット、非常に名作ルアーが多いですが、その中でね、 えー、この90年代からいまだに生き残ってて人気があるベイビーシャットなぜなのかそこら辺をね、えー、一度使って確かめられるのも面白いんじゃないでしょうかこれねカラー展開も結構豊富ですんですね、えー、お気に入りのカラーなんていうのも見つけやすいかと思いますし、ね、ラッキークラフトですからね、えー、まあ、日本製のメーカーですんで、えー、作りもしっかりしてますしばらつきも少ないんでね中古で、えー、探して見つけても、うん ほぼほぼね、えーえー、そんな遜色のない動きをすると思いますので一度使ってみてはいかがでしょうかでは今回はここまでにします次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみくださいでは今回はここまで